現在炎上中の、スシローの寿司ペロ小僧の問題について、元フジテレビのアナウンサーの長谷川豊様が、意味不明な逆張り擁護をしました。まずは長谷川豊様の発言を見てみましょう。マジで意味不明です。もう、げんこつ3発とサラミが効いて習慣くらいで許してあげなよ。めんどくさい世の中だな。相手、子供だろ。スシローの話、被害なんて一つも受けていない匿名の変な人たちがピーピー言ってますけど、こんなもんは悪ふざけのガキがいたずらしただけの話、第三者はほっとけばいいです。いや、被害も受けてないキモい匿名の連中がピーピー言ってんのがうざいだけです。うちはスシローファンですがこれからも普通に行きます。というか少しでも空いたのならむしろ助かります。豊か。元フジテレビアナウンサーの長谷川豊か。お前何言ってんだよ。どうしちゃったんだよ。めちゃくちゃ心配だよ。お前本当に昔から何も変わってないよな。47歳にもなって、言ってることが何一つ進歩してないじゃないか。今回の件でスシローはコップや醤油の洗浄や、アクリル板設置などの対応を余儀なくされた。人件費も設備投資も余分にかかる。しかもそれが全店舗だ。どれだけのコストがかかるかわかっているのか。あとスシローはお客さんいなくてガラガラのところが多いみたいだ。とんでもない金額の損失が出ている。他人事だから黙ってろだと。寝言は寝ていえよ豊か。共用のスプーンを口に入れたり湯飲みをペロペロしたり、に唾つけたりするのは飲食店に大打撃を与えるだけでなく不特定多数の人に対して唾を吐きかけるような行為だ。豊か、お前が脳内で何を思うが自由だがな。うわこの人何言ってんのマジ痛いんだけど。って周りから失笑されてることにいい加減気づけよ。47歳にもなって想像力の欠如を晒すような発言してお前恥ずかしくないのか。全く反省していないようなので長谷川豊様がどういう人物なのか簡単に紹介します。2012年フジテレビアナウンサーだった彼はニューヨーク滞在関連費用の不正使用の後一身上の都合で退職してフリーアナウンサーになりました。全額返金して弁護士に相談した上で法的に問題ないという回答をもらっているらしい。2016年長谷川豊様はブログで自業自得の人口透析患者なんて全員実費負担にさせよ、無理だと泣くならそのまま丸せ今のシステムは日本を滅ぼすだけだというタイトルの記事を投稿して大炎上します。長谷川豊様は出演していた番組を次々と降板となり謝罪して記事のタイトルを変更しました。しかし全国腎臓病協議会の抗議文への謝罪は拒否しました。しかしその後も降板が相次ぎ後に全国腎臓病協議会に謝罪しています。最初から謝っておけばよかったのにね。謎のプライドがあるのでしょうか。長谷川豊様はインタビューで PV が増えることに気持ちよくなっていたという趣旨のことを後におっしゃっていました。2017年長谷川豊様は衆議院選挙に立候補するも見事に落選しました。2019年には部落に関する発言が原因で日本維新の会から公認を停止されています。長谷川豊様は現在講演会やフリーアナ経営者という肩書きで活動されているそうです。他にも観光公害著作権違反のマリカーを新しいサービスや変わったものは徹底的に糾弾する日本そのものだ、日本の闇をほとほと感じると擁護してみたり、時尾の山口メンバーの時も心底気持ち悪い日本の今の風潮についてと言ってみたり、誰かが集中的に批判されているのを見ると自分が炎上した時の辛い思い出がフラッシュバックして脳がバグってしまうタイプの人類なのでしょう。再造の記事は普段読まないんですけど良い記事があったので引用します。驚いたのは最近のテレビつまらないですよねとネットのインタビューに答える街行く人に対し、お前たちのせいじゃないの、気持ち悪いわ今の日本、心底気持ち悪いわ後まで言い切っていること、政治家を志す人が街行く人一般市民をお前呼ばわりで否定して果たしてどんな支持が得られるのか、彼のヤバさの次元が一気にレベルアップしたようでさすがに心配になってきます。芸能記者、これらのブログの記述に共通しているのはメディアの風潮日本の風潮であるという決めつけだろう。長谷川さんはテレビの裏側がとにかくわかるメディアリテラシーの教科書という著書もあり、メディアからの情報を鵜呑みにせずその情報がどんな意図で作られ送り出されているかを自分の頭で判断するメディアリテラシーの必要性を説いてきたはずですが、最近の彼はテレビや新聞などのオールドメディアが単に売上や視聴率を稼ごうと発信する情報に完全に踊らされちゃっていますよね。だから一般視聴者が本気で怒って山口を吊るし上げたと思い込んでいる。そしてそんな視聴者に迎合した結果が現在のどうしようもないメディアの姿であるとして、自分を抹殺したメディア、落選させた世間への恨み節を正義を装い無自覚に垂れ流している。あまりにも痛々しいですよ。どう、今の長谷川は自分の著書メディアリテラシーの教科書を読み直した方が良さそうだ。めちゃめちゃキレキレでびっくりしたわ。最後までご視聴ありがとうございました。